とあらぼぎ、へはこう。へはこう。順序のあおそとごの違うところ。時間の羅列を意味するごについて習いました。これと似ている表現として、あおそという文法があります。 この文法はまだ習ってないのですが、後で必ず学習するようになる文法なので、順序の青さと順序の語の違いについて話します。時間の順序を表すときに、語も使えるのですが、前の行動や状況が後に出てくる内容にもずっと影響する ような場合には、あおそうの方が時間の順序によって連結する意味がもっとはっきりしているので、青さを使います。친구를만を고밥을먹어요。친구를만나서밥을먹어よ記憶は単純な時間的な行動の羅列になるので、 友達に会って一緒に夕ご飯を食べたのか、それとも一人で夕ご飯を食べたのかが確実ではないです。しかし、にンは友達と一緒に夕ご飯を食べたという意味がはっきりしているので、従ってあオそうの場合は、前の内容と後ろの内容が緊密に関係しています。 学校へかご、公部をへよ。학교へ가ぞ、公部をへよ。テの場合は、학교へかだ、学校に行くと、공부를하다、勉強する内容が別々として感じられるのに対して、リは、학교へかだ、学校に行 で、その後学校で勉強するという意味がはっきりします。